ったイルチャールのお兄さんが神をして、いい自分、世界の真相とは、誕生日おめでとう。嬉しそうだね。そんな君を絵に描いてもいいかい？人の脳の容量は限られてるから、つい忘れてしまうんだ。でも絵にすれば、それは記憶の延長になる。将来、絵をもう一度目にすることで、当時の気持ちを思い出すことができるんだ。酒、疑似妖火、創生の術、今こそ誕生の時、冥王、剣聖、異形を見届けよ。大地の秘宝か、無言なる叙述。黄金の火ではないが、価値、計算ミス、再評価が必要だ。策を変えないと。灰は灰に。実験が失敗したの。僕の研究も終わりか。式一内だ。ミスしたか。了解。課外活動かな。一緒に探索しよう。一緒に探索しよう。創生の術。創生の術。はあ、それ。面白いテーマだ。細部までうまいこと作られているし、野外探索でしか感じられない荒野の雰囲気もある。うん。早速一枚スケッチしよう。それでそのスケッチの被写体になってくれる気はあるかい？
悪くない工房だ。どうやらここでも引き続き研究を行えるみたいだね。僕の予想だが、君はある種の秘術を会得してこの世に現存する物事を描いたのではないかな。もしよければ君と共にもっと深くまで探求してみたい。君の手助けにもなるしね。早く。いや、遠くから足音が聞こえたけど、うん、やはり君だったか。ああ、本の中に書かれていた桃源郷とは、おそらくこのような場所のことを言うのだろう。静かで快適な環境。時間を忘れてしまうほど、実験に専念することができる。ああ、もちろん。そうだ。僕はどこにいてもスケッチをすることがあるから。君が飾り付けた道店内は僕にとってインスピレーションの源でもあるんだ。君に感謝してる。やあ、遠くから足を。ああ、静かで快適な環境。時間を忘れてしまうほど、うん。君の創意を十分に活かしてくれれば、それだけでいい。僕はどこにいてもスケッチをすることがあるから。君が飾り付けた道店内は、僕にとってインスピレーションの源でもあるんだ。君に感謝してる。やあ、遠くから足。おはよう。研究目標の次の段階は、もう準備してある。だけど、もし君に、他の予定があるのなら計画を変更しても構わない。やあ、遠くから足音が聞こえたけど、おはよう。研究目標の次の、だけど、やあ、遠くから足、遠くから足音が聞こえたけど、おやすみ。いい夢を見るといい。眠る前に物語を読む必要はなさそうだね。